ロシア軍の火器不足は深刻となっており、戦闘機の数が激減しているとの状況で、中国からスホイ35戦闘機をリース化、買い戻しの噂をキャッチしました。今回は、このスホイ35戦闘機のリース、買い戻しを詳しく見ていきますね。ロシアも、火器不足は深刻になり、同盟国に火器の提供を受けています。北朝鮮も提供していますが、北朝鮮にそんなにあるとは思えないですよね。中国は懸念を示していますが。2022年8月末に7ヶ月目に突入したロシア・ウクライナ戦争は、ちょうどその時期からウクライナ軍の大規模な反攻作戦の開始が行われており、9月上旬にはハルキウ州の大半の領域を奪還することに成功したと伝えられている。これらのウクライナ軍の反攻作戦は、それまでの西側諸国の多くの軍事専門家の予想を、いい意味で大きく裏切り、南部のヘルソン奪還が有力視されていた反攻作戦の実際の展開は、真逆の位置のハルキウ州となったと言える。こうした状況を報道で知らせれた日本の中では、インターネット上を中心にして、マスメディアに解説役として起用される、軍事や安全保障関連の関係者たちの言動、指摘が、全く当てにならないものだと、批判する風潮も多い。しかし、近年の湾岸戦争やイラク戦争のように攻め込む側のアメリカ軍やイギリス軍が、相手であるイラク軍に対し、質、両ともに、桁違いの戦力を投入したような戦争とは、ロシア・ウクライナ戦争は、大きく異なるだろう。ロシア軍は、さすがに未だに総合的な世界の軍事力ランキングで第2位と目される陸軍を保有していることもあり、火砲や戦車等の装甲車両の数量では、大きくウクライナを凌駕しており、これまでは、数で圧倒を続けてきた。そのためドネツク地方をめぐっては、火力に勝るロシア軍が、優勢に戦いを進め、最大時には、ウクライナ側は、火砲の発射数で、ロシア側の20分の1程度しかないと報じられるなど、劣勢な戦いを余儀なくされていたと思える。ウクライナ軍には、徐々に西側諸国から、支援された兵器が投入され始め、特にアメリカが供与した、ハイマースや、イギリス等からの M270、MLRS らの多連装ロケットで、長射程からの攻撃力を入手したことは、大きな戦力となった。しかし、これらの多連装ロケット兵器は、絶対数が少ないこともあり、最前線のロシア軍への攻撃ではなく、後方の指揮所や兵站線の破壊に重きを置いた運用が多く、ウクライナが反攻作戦に移るには、別の兵器が必要とされてきた。それこそが、ロシア軍の前線を突き崩して進撃するのに、必須の戦車や装甲車等の重装甲車両であり、さらに、これらの進撃を支援することのできる戦闘機、戦闘攻撃機等の航空戦力で、これらの兵器の支援が渇望されていたと言えよう。ことに、戦車においては、これまでポーランド等の旧ソ連圏であった多数の国々から T-72 系統のものが支援させて、配下がウクライナ側が要望していたのは、西側諸国製の具体的には、レオパルト2などの新型車両だった。こうしたレオパルト2等の支援に関しては、この後に及んでも、ロシア側をいたずらに刺激しかねないとニナ等も、二の足を踏んでいる、様相が伝えられており、今のところ、これが解禁される展開というのは、かなり可能性は低そうだ。また、戦闘機、戦闘攻撃機等の航空戦力に関しても同様であり、一時期は、来年2023年に向けて、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの供与も、視野に入っていると伝えられた一方で、その後の進捗は、聞こえてきていない。
ウクライナに対して、こうした西側諸国製の比較的新しい兵器供与までには至っていないと、おぼしき現状の中で、敵であるロシア軍がどのような環境下にあるかといえば、即効性は希薄だったとはいえ、西側諸国の経済制裁が効いてきた兆候がある。真偽のほどは未だ不明瞭ではあるものの、ロシア軍はこれまでの戦闘で砲弾やロケット弾の備蓄をかなり消費しつつあり、アメリカ等の一部の報道によれば、なんと、あの、北朝鮮から、それらの購入を行うのではないかとまで予測されている。北朝鮮は、言うまでもなく、かつての旧ソ連の支援の下で、軍備を整えているために、現在のロシア軍が使用しているものと、同規格の砲弾やロケット弾を確かに保有しているわけだが、これが事実なら、ロシアの窮乏は、かなりの水準にまで達している。北朝鮮としては、ロシアからのエネルギーや食料等と自国軍が保有する砲弾やロケット弾の物々交換でも、経済的に破綻している国情からは、大きなメリットがあることは想像に難くなく、もとより国際的な世論にも左右されることなどありあない。その点中国は、経済的にも軍事的にも、ロシアを支援する体力は12分にあるものの、貿易という観点から見れば、西側諸国と完全に対峙する行動を行うわけにもいかず、また、ウクライナとの直接の関係性も深いため表立った動きはできないのだろう。しかし、今回のロシア・ウクライナ戦争において、ロシア軍は、現在実戦投入が可能な自軍の中では、最新鋭機と揉めされている、スホ・イ-35 戦闘機を、少なくとも、これまでに、3機を、ウクライナ軍に撃墜されており、その補充を画策しているとも言われる。ロシア・ウクライナ戦争が、近年の戦闘、戦争に照らして得意である点の一つに、攻め込んだ側のロシア軍が、制空権、もしくは航空優勢を確保できず、したがって、戦闘機や戦闘攻撃機等の航空戦力の投射量が少ないことが挙げられる。ロシア・ウクライナ戦争の開戦壁等に、ロシア軍は、戦闘機や戦闘攻撃機等を用いて、ウクライナ側の航空基地や、防空施設の排除を基とした攻撃を実施し、ものの、その目的を果たせず、今も、ウクライナの防空網を崩せていない。そのため、単純な航空戦力では、およそ1200機もの機体を保有しているとめされていたロシア軍だが、先の、スホ、イ-35等を、はじめとして、それらを有効に行動させることができず、すでに、ウクライナ側の発表では、優に、200機を超える損失を被っているという。ウクライナで撃墜されたロシア軍の、スホ、イ-35 は、撃墜された機体が回収され、アメリカやイギリスの調査機関に送られていると言われており、ロシア側が自称していた、いわゆる第4世代戦闘機の中で、世界最高峰の性能だと謳っていた、中身が検証されるだろう。スホ、イ-35 は、全モデルである、スホ、イ-27 をベースに、2008年に完成した戦闘機であり、ロシアの航空企業のスホーイカンパニーが設計した、双発エンジン搭載機で、長距離用途に対応した、マルチロール戦闘機だと、喧伝されてきた。ロシア軍では、スホ、イ-35 は、2014年から、配備が開始されており、最終的には、150機から200機前後まで拡充される可能性があると見られてはいるが、2022年時点では、100機強に止まっているとの見方が、大勢を占めている。そして、ロシア本国以外で、この、スホ、イ-35 を唯一入手しているのが中国であり、2019年4月までに、総額20億ドルほどの支払いで、24機が納入されていることが明かされており、これをロシアが買い戻す可能性について言及している報道もある。
ただし、現実的に見れば、中国が経済的に大きな自国の輸出先としている西側諸国との関係を悪化させてまで、わざわざロシアにスホ E35 を渡すことは、費用を伴うとはいえ、デメリットの方が大きいため、実現することはないのではないだろうか。スホ E35 が機首部分に搭載するフェーズドアレイレーダーは、標準的なレーダー反射断面積の対象であれば 400km の距離で探知可能で、同様の射程距離を持つ KS-172 空対空ミサイルを並走として搭載可能とされている。このため KS-172 空対空ミサイルを装備した SU-35 は、敵の総機警戒管制機の接近阻止が可能な航空戦力として、西側諸国では警戒されてきたが、今回、ウクライナで撃墜された機体の分析が進めば、これが事実かどうかも判明するかもしれない。